最近話題になっているパチンコ問題実態調査とガチで頑張ったらどのぐらいいくんですか。ホストだけ規制するのはおかしいから。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼。本日はもうレジェンドセクシー女優の里見ゆりやさんと大久保公園でございます。今日は最近話題になっている大久保公園のこの立ちんぼ問題っていう、まあ女性が客引きをやっている話につきまして、まあ実態調査と、まあレジェンドセクシー女優である里見さんにまあいろいろコメントいただければと思います。あ、ちなみに、里見さんはただいま、六本木ミュゼルバで働いているので、ここなんかリンクとか出しておきますんで、ご予算ある方は行ってあげてください。セクシー女優もまだ続けてますよ。じゃあこれから取材に行きます。取材のシーンどうぞ。ちゃんさのとありがとうございます。ピープルパワー、ピープルパワー、いやめちゃくちゃだ。今公園の反対側になんかいそうな雰囲気がある。いるんじゃん、あれいるんじゃん。この人え、あの子とか、あの子とか、そうじゃないの、あの子とか通常外でしょ。じゃあ声かけてみますか。私一回聞きますね。オッケー。さすがレジェンド、ありがとうございます。みんな可愛い可愛いって言って、みんな男性群が。え、ちなみに普段はどれぐらいの交渉で行くんですか。ホテル代別別、うん、ゴム付きイチゴ、うん、なんか生で生生はね、ダメだよ。もうお母さんが怒っちゃうよ。やっぱエイズとかね、まあ、クラミジアぐらいだったらまだ。そうだよ ね、 そうだよね。今変な話、おいくつなんですか。19です。若い。キャバクラでは働かない。働かない、なんか接客苦手。まだね、19歳だから会話の引き出しがね。これなんでここで稼ごうと思ったの。なんでここで稼げる。ガルバクビになる。あ、ガルバクビになって別になんかホストにこう入れ込んだとかじゃない。貯金です。あ、これで貯金しようと思って。これ1本で貯金。かっこいいっすね。今かっこいいね。留学費用貯めるとかそういう人って多いですよ。私の経験の頃見て。いいんじゃないですか。でも使っちゃうからすぐ美容とかに、うん、ね、そうなんだよね。お金かかるから女の子は。でもそういうんじゃなくて普通にいくらも貯めたい目標があるんですか。目標はない。とりあえずね、うん、留学したいとか専門学校行きたいとかそういうの。あ、じゃない、全然普通に生活費で。はい、ね、でも貯金はできるぐらいは稼げてる。はい、ちなみに1日いくらぐらい稼げる。1日10は超える。あ、10は超える。ね、だから大体 5件とか。じゃあ月こう結構ガチで頑張ったらどのぐらいいくんですか。100。私も立とうかな。いろんなもん、さすがに警察が来ると思うな。さすがになんかあのね、感化できない感じになっちゃう。ご出身東京、実家住まいとかではないんですか。あ、じゃないです。で出てきてるんですか。あのアプリとかでは出会うよりもこっちがよくある。あ、めんどくさい。でもアプリ出るとあのあれですよ、新潟県知事とかと出会えたりすることありますよ。何、新潟県知事。難しい。難しい。怖い思いしたことない。ある。どんな人。外国人。外国人。でも行っちゃったんだ。逆に質問出すみたいな。って英語喋ってて何も分かんなくて。うん、何、脅されて金払えっていう、金払えって言われる。怖っ。脅されて。いくら払ったの。実際もらった金額を返したのとホテル代の半分払った。やられた後に。でももう長いのここに。8月から。あ、じゃあ、え、あ、じゃあ、まあ4ヶ月とか5ヶ月ぐらい、まあそんな短くない。で、LINE とは交換して継続的に会ったりしないですか。あ、いる。あ、いる。でもそっちが安心だもんね。デリヘルとかも嫌なんですか。やっぱり。それやっぱお客さん選べるからいいんですか。それとも中抜きがないから。やっぱね、そうですよ。やっぱイノベーションなんですよ。そう。そう。でもいい子でよかった。こんないい子がいたら、私も。みんな普通なんじゃないですか。いや、なんかほら、我々もよくなんかこう、みんなホストにハマって、なんかお金が欲しくて立ってる
ってよく聞くんだけど、うん、それって実際どう？そういう人もいると思う。いるんだ、うん、彼女は割と稀な方なのかな。今貯金してるって聞いたから。いや、金月期ってやつ。新ニーサとかやった方がいいですよ。新ニーサ。どうする？絶対わかる。あ、ちょっと我々も YouTube のチャンネルいくつかやってるんですけど、これちょっとお金の話とか金融の話とか投資の話とか。怖くない怖くない、大丈夫。そんな感じで、そんな感じで、はい、ありがとうございます。ありがとう、はい、ありがとう。頑張ってね、頑張ってねっていうのもおかしい。頑張ってねっていうのもおかしいけど。はい、スタジオに帰ってまいりました。ただですね、これ収録の順番的にこっちを先に撮っておりまして、なのでこの前に出てる映像とちょっと直接整合性は取れないんですけれども、ちょっとそこはですね、ご容赦くださいということで、この大久保公園の立ちんぼ問題は、まあ世の中的にすごくこう話題になってる問題なので知ってる方が多いと思うんですけど、まずこの問題についてというか、まあ問題なのかどうかも含めて、はい、ちょっと里見さんからコメントをいただきたいんですけど、どうですかこれ。なんか海外みたいになっちゃったなって、ニュース見た時すごいびっくりしたんですけど、私も自分のチャンネルで実際立ちんぼして本当に声かけられるかっていうのをやったんですよ。そしたら、まあ、もうすぐ声かけられて、やっぱり1万だ2万だのっていう交渉が始まったんですけど、でもまあ金額的にこんな金額なんだっていうのもあるんですけど、でもまあラブホテル代とかだから3万ぐらいでどうにかなってる世界だったんですけど、女の人の方がそのホストの売りかけとか、あと風俗で働くとその分半分取られちゃうとか、あとお客さんを選べるとか、そういうので立ってるんだなと思って。まあいい面もあるって感じですかね。あんまりこの肯定もしがたい面はあると思うんですけど、これね、どうですね。でもね、いや、それからね、でもね、イノベーションいくらだろう。まあ、まあ、そうっすね。あんまり見入りはよく、まあ、でも難しい、ね、全額入るでしょ。全額入る。まあ、そうっすね。まあ、まあ、だからその女性がね、まあ、立ってるのかなとかって思うんですけど、まあ、やっぱり客も定期的に来てるってことですよね、やっぱり。みんな知ってますからね。ただ、警察も結構その、ね、目光らせたり、そうですね、摘発結構されてるので、今現状どうなってるのか、私も。だから条例違反なんでしょ、うん、条例だけかな。売春って一応違反じゃないですか。でも売春なのかパパ活なのかって話ですよね。ホストが やらせるのを管理してると管理売春になるんでしょ、うん、それが一番重いんですよ。まあそうです。で、あとは条例違反なんですよ、売春なんで。でもなんか最近さっき聞いたら、なんか自回りの暴力団みたいなのがもう出てたりとか、なんか、ね、生態系が できちゃってるみたいな、ある種もうそれ、まあなんか反管理買収みたいな感じっていうことですよね。それ女性もなんか諸場代払うのかなとか、どうしても夜 の、まあ、その反射的な人たちもね、それは自分たちの縄張りの中で行われることなん で、ね、出てきてるようで。まあね、これ一概にその女性が悪いんだっていうふうに、まあ、僕個人的には、まあ、あんまり言いたくないところはやっぱあるんですけど、ただ、まあ、割とホストの売りかけで困った人があそこでなんか体売ってるっていうふうに言われているんですけど、まあ、全員が全員じゃないと思うんですけど、うん、そこはどうですか、これ法的規制をすべきなのかどうかって。ちょうどホスト新法の話って知ってます？なんか法律が決まったやつですか？いや、まだ決まってないんですけど、はい、規制を、まさに今の売りかけ問題を規制すべきかっていう議論が国会でも一応始まってるんですけど、うん、でもこれホストだけ規制するのはおかしいかなと思うんですよね、うん、それやるんだったら、じゃあもう銀座の売りかけシステムも、うん、じゃあ規制がかかるのかとか、うん、本社のミュゼルバさんはどうなってるか、ね、これ売りかけじゃないですよね。ダメですね、基本的に。普通にクレジットとか現金で払ってるだけですよね。まあ、その場合はそんな売りかけ問題は起こらないと思うんですけど、山中さん、売りかけ問題ってどう思いますか？まあ、依存症に対する教育とかをしていくしかないんじゃないですかね。うん、僕もあんまりね、安易にこの売りかけだから禁止っていうのも、ちょっとそれはそれで、なんか自由経済が基本ある中において、なんかこのホストの売りかけは禁止にしますってなってくると、じゃあ他の売りかけ的な業種もなきにしもあらず、
でも売りかけっていうこと自体なんかもう古くないですか。なんかもう銀座だと売りかけがね払ってもらえなくてソープランドに沈められるみたいな時代って多分何十年もあったと思うんですけど、ね、でもなんかホスト業界はでも逆に逆ですよね。お客さんをそうやって沈めちゃうんじゃないですか。で逆にまあちょっと他の収録でもコメントあったなんか女性の方がなんかスイッチ入っちゃうとめっちゃ貢いじゃうっていうことを逆手にとってあえてのこの売りかけに引きずり込んでる感もあるんでそれは確かにまあまずいところであるんですよね。詐欺師と変わんなくなっちゃうじゃないですか。依存症ビジネスってねよくない売りとかのゲームとか一緒ですよ。別に社会的に何の意味もないですよ。本当だからまあ一定確かにその別にホストクラブをなんか規制するっていうよりは、まあ、その中でこういうことはやっちゃダメだよねみたいな、うん、まあ規制はやむなしな部分もあるのかなっていう、まあ、あと売りかけされたら女の子が風俗とかじゃなくてそのホストの人が女性を風俗とかで働いてそのお金をお店に渡すっていうやっぱりその方がいいんじゃないですかね。本来は女性がどん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 こうやってね、洗脳されて払わなきゃ払わなきゃって言ってどんどんね切羽詰まっていただき女子になっちゃうようにね。そうなんですよね。未成年の売買収は厳しいですよ国際的に、はい、なんか、まあ、その判断能力がないとみなされてるからですよ。うん、だから大人のは OK っていうのが一応国際的に流れですよ。日本でも一部そもそも売春行為をもう合法化すべきじゃないか議論っていうのはまあだからそれはマニアックだけどある法がして税金取れたんですよ。ちゃんとそうですね。買収ってなんでダメなんですかそもそも。そのいや単純に法律でダメって言ってるからって。だから別に他の国では大丈夫な国でちゃんと調べてないですけど大丈夫な国の方が多いんじゃないですか。大丈夫ヨーロッパとかアメリカ あのリベラルの州とか増えてきてるんですよ。うん、まあでも日本もソープランドとか OK なんでまず、あ運用においては事実上実質そうなってるところはあったと思います。そうなんですよ。いやだからそれはだからイノベーションなんでしょ。立ちんぼは自分で客選べるしピンハネないと、うん、がだから女の子のイノベーション ただそのうち一定数はホストにハマった結果としてそれやってるから、うん、それをどう評価するかっていうのはちょっと難しい問題だとは思います。でもアプリとかあるじゃないですか今出会い系サイトでそうやってパパ活アプリとかいっぱいある中でなんであそこで立ってなきゃいけないのかなっていうのはありますよね。なんでだろうって楽なんですかね。まあ特化1回またやったらまた戻ってきてね1日 5人から10人ぐらいあればそう10万とかそうですね。普通の女の子のあれからしたら稼げるって、うん、そこでもアプリでもやっぱ大体2みたいななんかそういう金額がもう2万なんです大体。あれアプリはやられてたんですか。あじゃあ個人的には趣味でやってます。私は趣味っていうかそのそういう金銭のあれじゃなくてちゃんと男見つけようっていう趣旨でやってたんですよ。はいはい。これはだからやっぱり性教育だと思うんですよ。私は性教育とか恋愛教育ですよ。ちゃんと何が幸せなのかとかそういうのを理解するように。うん、だから中星君とかの意見だとだからその、ね、マッチングサイトは港区女子とかが自分と釣り合えない男がいて一回接点を持てるようになっちゃうんですよ。あのマッチングアプリあるとそれを変な幻想を抱くから良くないっていうのは一応彼の意見ですよ。まあ僕はあんまり安易に何でも禁止するのはやっぱ自由主義社会なんで、うん、よろしくはないと思います、ね、だからやっぱ目に見えるようにやっちゃうとダメだよねってとこじゃないですか。やっぱりなんかもうなんかこそこそバレないようにやればいいんじゃないっていう中でやっぱりアプリとかでにね頑張ってやっていくしかない。だからそれはアプリで頑張ってやっていくっていうそれもなんか微妙な落とし立ちんぼじゃなくてアプリで頑張るっていう結局パパ活だっていうです、ね、目立っちゃダメだよってことじゃないですか、まあ、あんまり全部綺麗事で言えないことっていうのはまあ世の中に、うん、じゃあ、あれさ、じゃあ本番デリヘルよりもいいんです稼ぎいいからやったってんじゃない日原さんとかの客でやってるやつとかより言ってただからそういう立ち場の方が稼ぎ良かったりまあよっぽど合わないやつは拒否ったりできるね。だから例えば3万とかもらってね1時間で3万円もらえたらまあ風俗で、まあ、デリヘルとかで働くより可愛いですよね。普通に今大学生とかやってるんだ、ああいう職業幅広いじゃないですか。一日あの目を背けるべきじゃないと思いますよ。まあそれはそう思いますね。で、あんまりにもなんか杓子定規に綺麗事で言っても結局その自由経済なんで、僕はやっぱその
体を売る自由もあると思うんですよ。いや、そうですね。そうです、売って美容外科行くじゃないですか、女の人は。うん、だそれで回るんじゃないですか。そうなんですよ。ですよ、やりたい人は何でもやってあのなんか殺人とか著しく人を傷つけること以外は自由主義社会なんで、やりたいことはやっていいと思いますけどね。うん、あれなんですか、ペアーズとかでユリアさんと出会えるんですか。いや、いろんなところに。ここ行ったら大丈夫。ここ行ったら。いやいや、もう少し待たない。私、里見ユリアとしてやってないんですよ。あの、そういうアプリはね。なんか、そうじゃないですか。自分が一女性としてどういうふうに使ってもらえるかなとかね。なんか自分もこう中学生とか高校生に戻った気持ちで。やっぱり恋愛はいいと思いますよ。ね、うん。私も一応、あのうち家庭はあのポリアモリ OK ってなってるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。監視が厳しいんですよ。ポリアモリ分かります か、ね、あ、ポリアモリって、要するに、タフ多彩なんですよ。どっちもパートナー他に作っていいですっていう。なんか今そういうね、はい、一応うちいいとはされてるんですけど到底できそうにない。いや、私ね、企画してるのは、ね、やっぱり新ママお見合いですからいや、なんかあの援助するんでどうですかっていう。素晴らしいじゃないですか。そのマッチングさせないんですよ。いろんな形態があるんです。パパ活っていうのはその愛人のシェアリングエコノミーだっていうのオリエモンとかも言ってるのはそれはそうなのかなと思うんですよ。愛人は囲うのにその人の生活とかある程度その保障しなきゃいけない。パパ活はシェアリング映画もその時だけみたいな。そうですね。だからその一定期間だけみたいなできるんで、うんうん、ということで、よくわかりません。またなんか大丈夫かっていう着地でございますけれどもこれはこれで楽しんでいただけましたらと思います。里見ゆりやさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーでチャンネル登録お願いいたします。お願いします。翼の塔です、ありがとう。翼の塔です、頑張っていきます。